皆さんこんにちは、トイズトイズのゆうきです。以前キラパワチェンジを使ってキラパワメモリー、サンシャインセット、ムーンショットセット、ファイヤーセット、スノーストームセットの紹介をしました。今回はこのキラパワフォンを使ってキラパワメモリー全種類どんな音声が鳴るのか試していきたいと思います。キラパワフォンでキラパワメモリーを使用するにはメモリーを登録する必要があります。図鑑登録を選びます。登録したいキラパワメモリーをスキャンします。登録したメモリーは図鑑から見ることができます。こんな感じ。そんなわけで、持っているキラパワメモリーは全部登録してきました。めっちゃ多い。そして、キラパワメモリーを持っていなくても、キラパワフォンで遊んでいると、キラパワメモリーが登録されることがあります。ただ、アイテムメモリーとか、変装メモリーとか、くすぐりメモリー、おもちゃで出てないオリジナルのメモリーもあるみたいで、これが何種類なのかちょっとわからないんですけど、もし新しいメモリーを見つけたら動画で紹介したいと思います。それでは、キラパワフォンでキラパワメモリー全種類音声確認をしていきたいと思います。
そんなことあんの？失敗あるんだ。そんなこともあるんだ。これいいですよね。変身メモリーなどは図鑑から見ることができます。
はい、というわけで今回はキラパワフォンでキラパワメモリー全種類を読み込んでみました。キラパワフォンでもバトンタッチメモリーでラブパトーからのメッセージが聞けたり、セリフもね、ほのかと小雪が喋っていてすごくいいなーって思いました。今後ビビットマックスセットのマックスメモリーだったり4種類のガールズ戦士メモリーなんかも試していきたいと思います。このキラパワメモリーが好き、テレビでこのメモリーを使ったのが印象的などぜひコメント欄で教えてください。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは今日のクエストはクリア、キラッキラビクトリー、バイバイ。